走れ大井チャンネル。はい、どうもこんにちは。走れ大井チャンネルじゃなくて走れ大井チャンネルの代役のゴリラスポーツと申します。皆さん、昨日も、僕が代役を伝えた通り、大井さんがちょっと睡眠不足ということで僕が、動画撮っていることになりました。今日はですね、昨日の頃に引き続き今日はフライをやっていきたいと思います。フライを意識する点、まあ、僕も何個かあるんですが、そのうちのいくつか、まあ教えるところは教えて、いけたらいいなと思っております。僕も外野手をもう9年間ぐらいやり続けているんで、はい、僕の知ってることを教えていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まず、外野のフライを取る以前に、そこに来るかどうかを予測する必要がまずあるわけなんですよ。だから僕なりの、やり方はまず普通に皆さんこう構えますよね。ノックとかあと試合とかでこう構えますよね。でこれを腕をここにつけるのではなくて、こういつでも動ける状態にするんですよ。手を膝につけるんじゃなくてこうやってね。でこれで1、2、3なんですよ。ボールをこう投げるのと同時にピッチャー投げるのと同時に1、2、3でインパクトで3なんですよ。これを踏みます。はい、1、2、3で踏みます。足はやりやすい方で大丈夫です。で、1、2、3とやるだけではなく、バッターボックスに入る前のスイングを見たり、あのバッターのスイングね、スイングを見たりで、一回様子を見てピッチャー投げた球をスイングした時のバッターの軌道とか、あ、これはこっちに飛ぶだろうなという予測をするわけなんですよね。で、その予測をしながら1、2、3コース1、2、3こうで、フライで意識することなんですけど、やっぱりゴロと同じように最短距離で投げるというのが僕のポリシーなんですよね。投げます、取ります、取ります、左足を取ります、1、2、3、4ということですよ。この縦のラインで、やっぱりゴロもフライも送球は縦のライン、1、2、3、4、こう割りの動作を入れながらやる。もう一回1、2、3、4で、なんでもフライを、守備範囲を意識して、皆さんダイレクトで取ろうとするじゃないですか。で、あるプロ野球選手の方がおっしゃっていたんですけど、なんでもダイレクトで取るのを意識するのではなく、自分の目の前でワンバンしたボールを取るような、ワンバンしたボールを取るようなイメージで入ったら、あの打球への動きが、まあなんていうかスムーズになるというか、力が入らなくなるような感じになるらしいんで、あのダイレクトで取るつもりではなく、自分の前でワンバウンドさせて取るような余裕を持った動きをすることも大事だと僕は思います。いかに相手のスイングを予測して落下地点に入るか、いかに動きを速くするか、あとはこの取った後の左足で近くに取って左に持ってきて割って縦のラインで投げる、これがあの僕の外野手での一番のポイントかなと思っています。他にもね、あの皆さん、いろんなやり方があると思うんで、僕はこういう風にやってますよとか、こうもっとこうやった方がいいですよなど教えてもらえればいいと思います。それでは短くなりましたが、はい、お休みしましょう。エウリッシュ